踊ってますけど、私嘘はつきませんともう忘れちゃったらどんな感じ？ああもうあったり間違えちゃったって時はどんなポーズで間違えちゃった？手拍子でごまかすリアルだね、マー君。もう分かんなかったら手拍子で嘘はつかないと。まあ、大体あのダンスの時ってマー君がセンターなんですよ、うんうん、そうすると一人違った動きをしててもあ、マー君は真ん中だからこれでいいのかなってごまかせるところもあるんです。なるほど、ね、なるほど。だよね。なになに？結構ね、そうなんですよなんでしょう皆さんも結構ね、あのショーとか注目してみてもらったらそんなシーンが見られるかも、ね、あらあらあら、最近端に追いやられてますかそうなの？そう？でもさ、今日私ほらステージをさ、はい、見せてもらってた、ね、試合前の、はい、その時にクールがここでメインで歌ってた時にマー君がね、一番こっちのコミコにいたんだけども若干ね安田圭ポジって元モーニング娘の安田圭ちゃんそうマー君でもさ、その時のマークさ、はい、ちょっと力抜いてていい感じだったよ。あ、なんか逆にそうそうそう、力抜いてたでしょ、ちょっとなんかね、動きがなんかもうあ、ちょっとラフな感じで、そうそうそう、ラフな感じだったでしょ、全体でね、なるほど、そうそうそう、ね、もうよく見てくれてましたね。なんでしょうわかる、クッキーさんはわかってる。わかった、わかった。本当ね。そう、だから皆さんもね、ちょっと注目してみてください。はい、ぜひ、ね、キャラクターショー、オープニングダンス、マー君しっかり踊ってますんで、ね、よろしくお願いします。はい、ちょっとあの厳しい質問もあったけど、マー君さん、本当に温かい目でね、はい、マー君のことを見守ってますので、ね、これからもダンスをもっともっと上達するように頑張ってください。頑張りましょう。はい、そしてですね、はい、あのマー君はもう千葉ロッテマリーンズのことなら何でも知ってると思うんだけれども、はい、そんなことないよ。あのマリンスタジアムで、はい、ごめんなさい、 QVC マリンフィールドで、はい、マー君の好きな食べ物があったら、おすすめのものとかあったら何か教えてくださいっていう。どうかな、マー君、好きな食べ物、おすすめのもの、楽しみ方とか何かある？何でしょう？冷やしトマト？冷やしトマトあるの今？あ、あるんだ。どこにあるの？どっちの方かな？一塁側？こっちが一塁側？あります？知ってます？トマトが大好きってことがみんなよく分かったみたいな。ね、美味しいんだ。夏場はいいですよね。うん、そっかそっか、本当にマークトマト好きなんだね。ですよね。ね、うんうん。さあ、それでは